テム番号 SCP-549JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-549JP は、サイト8149の標準的な定期見物収容ロッカーに専用収容室に収容されています。監視カメラによる室内の監視を常に行い、万が一 SCP-549JP によると思われる何らかの実態出現、現実改変、認識災害等の異常が一人でに引き起こされた場合、直ちに担当職員に報告してください。SCP-549JP を収容する際は、ブロックを上下表裏互い違いに組み合わせ、その配列が極力何らかの単語を形作ることのないよう注意を払ってください。現在、SCP-549JP を使用した1時間以上の実験はいかなる場合においても禁止されています。SCP-549JP についての実験を行う際は、周囲10メートル以内の、発生させる実態、現象に関連するもの、を極力排除してください。SCP-549JP を使用する実験を行いたい際は、所定の用紙に予定日時、目的、組み替え内容を明記の上、現取扱い最高責任者まで届け出てください。実験後はレポートを提出の後、SCP-549JP 追加実験ログにも簡易レポートを残してください。説明 SCP-549JP は、SCP-549JP-1 と SCP-549JP-2 群からなる幼児用玩具です。SCP-549JP-1 は 27cm×32cm×6.2cm の木製の箱であり、側面にはデフォルメされたカッコメレサナクマカッコ閉じ、日本アナグマとおぼしき動物のイラストと、いたずらアナグマ、アナグラマタイズ、という文面が描かれています。SCP-549JP-2 群はいずれも 5cm×5cm×1.2cm の木材でできた71個のブロックで、表にはひらがなの一文字が、裏にはその文字から始まる単語のイラストが描かれています。各文字につき一つずつで濁音、半濁音は確認されましたが、陽音、即音、上音記号はありません。SCP-549JP-1、2双方ともその組成の 95% 以上は未知の木材と塗装材で、残りは日本アナグマの細胞で構成されています。SCP-549JP の異常性は、日本語を介する人間が SCP-549JP-2 群を用いて単語や文章括弧 A 括弧閉じを組み、それを組み替えアナグラム括弧 B 括弧閉じが成立した際に発現します。組み替わりが完了すると同時に、括弧 A 括弧閉じに括弧 B 括弧閉じの要素が加わった実態や現象括弧以降、SCP-549JP-3 括弧閉じがその場に発生します。この発生は SCP-549JP-2 同士の間隔が 5cm 以下である時に限られ、組み替えの時間制限は現時点では確認されていません。また、各 SCP-549JP-2 の方向が揃ってさえいれば、カッコ A カッコ閉じカッコ B カッコ閉じの向きは縦横を問いませんが、積み重ねるなど全ての文字を同時に視認できない形では異常性が発現しません。SCP-549JP-3 は組み替えを行った人物のイメージや記憶、知識に大きく依存し、文章や単語の並びを崩す。ないしは並びを形作る SCP-549JP-2 そのものを物理的に破壊することによって消失します。SCP-549JP-2 が破壊された場合、同じ文字の新たな SCP-549JP-2 が SCP-549JP-1 内に生成され、以前のものは異常性を失います。日付20、年10月21日。目的基本的な異常性の確認。実験者 D-549-1。方法標準的実験用チャンバーにて D-549-1 に組み替えを行わせる。以下は各実験とその結果である。組み替えの表記はすべてカッコ A カッコ閉じ、カッコ B カッコ閉じを示す。実験 549-1、1カッコ発見時の再現、書き彫1参照カッコ閉じ。組み替えるか、軽い、結果全長3メートルほどのカッコターショプストランカチュスカッコ閉じ、反動イルカ1頭の出現。重量を測定したところ、2.31kg を記録。カッコ B カッコ閉じを崩したところ消失。実験 549-1-2。組み替えイタチ、地帯、結果カッコムステレイテイトシカッコ閉じ、日本イタチ1頭の出現。出現直後、その場で仰向けになり、編集済み。
カッコ B カッコ閉じを崩したところ消失。尾行指示を出した、研究助手には厳重注意が下された。思いついてもやるべきではありませんでした。枝角博士。実験549-1-3。組み替え黒粒、黒つく、結果 1.2 メートルほどのカッコアレンゲイングレリベックカッコ閉じ、黒粒の歯が1枚出現。T-549-1 が歯の根元を持って振ったところ、歯先から銃弾が一発射出され、キャンバーの壁に着弾した。排出された薬莢は 9mm×19 弾のものであった。カッコ B カッコ閉じを崩したところ、着弾痕を残し、他の SCP-549-JP-3 が消失。植物や無生物、また固有名詞でも問題なく発現するようです。また、SCP-549-3 によって引き起こされた二次的な現象については、カッコ B カッコ閉じを崩した時の消失範囲に含まれないことが分かりました。枝角博士。実験549-1-4。組み替えグロツク、グロツグ、結果自動拳銃が一丁出現。形状はグロック17によく似ているが、金属製ではなく黒粒によく似た植物の葉さやを重ねて作られており、グリップ底部からは黒粒の葉に似た構造物が生えていた。発砲実験を行った研究員は、握りつらい、と発言したが、通常のグロックと同じ発砲手順で、弾丸は問題なく射出された。カッコ B カッコ閉じを崩したところ、着弾痕を残し、他の SCP-549-JP-3 が消失。尾行元農家である D-549-1 は植物に造形が深く、黒粒材は細すぎる、丈夫なのは皮カッコ後に葉さやのことだと判明カッコ閉じだ、と発言。生成される実体の主体はカッコ A カッコ閉じに固定されるようです。また、黒粒材製ではなく葉さや製であったことは当初疑問でしたが、D-549-1 の知識が理由の一端を担っていると思われます。組み替えを行う人物の持つ知識の差が生成される SCP-549-JP-3 に関わるのか、次の実験で試してみることとします。枝角博士。日付20、年10月22日。目的組み替えを行う人物の個人差による SCP-549-JP-3 の際の把握。実験者 D-549-1-2-3。方法標準的実験用チャンバーにて、各 D クラス職員に組み替えを行わせる。以下は各実験とその結果である。組み替えの表記はすべてカッコ A カッコ閉じ、カッコ B カッコ閉じを示す。実験549-2-1。組み替えなす、砂、結果すべての場合において、内部が砂状になったカッコ空ぬメロンゲなカッコ閉じ、ナスの果実が出現。ただし、砂の質に違いが見られた。D-549-1 砂鉄や人工的な焼き砂が含まれる、いわゆる、公園の砂場、の砂。D-549-2-3-5 由来の角のない砂と、塩の結晶が多く含まれた。D-549-3 桃色に着色されていた。尾行 D-549-2 の出身地は海辺の町であり、得られた砂サンプルも D-549-2 の出身地にある海水浴場の砂の成分と一致した。また、D-549-3 は組み替えの際、砂時計を思い浮かべた、とのこと。実験549-2-2。組み替え水筒、陶水、結果2例において SCP-549-JP-3 生成。D-549-1 目の穂が1本出現。実った米はどのような力で揺らしても、全く同じ方向と振れ幅で動いた。D-549-2 子供用の水筒が1本出現。その場で SCP-549-JP-3 を視認した人物は、皆例外なく、SCP-549-JP-3 に対する陶水感を訴えた。カッコ B カッコ閉じを崩すと、陶水感も払拭された。D-549-3SCP-549-JP-3 と思われる実態や現象は発生せず。尾行 D-549-1 は元農家。D-549-3 は以前日本で3年間暮らしていた英語圏の外国人であり、日常会話や基本的な読み書きは日本語でも可能であるものの、陶水に結びつく単語とその意味は想起できなかった。とオブジェクトは同音同義語、同音異義語に関して、自らに触れた人物の解釈を読み取る知覚のようなものを備えていると思われます。
また、警備ながら認識災害時見た現象を引き起こす能力を持つ可能性も示唆されました。江田の博士。日付20、年10月23日。目的出現した SCP-549-JP-3 の人体への影響の調査。実験者エダツの博士カッコ指示カッコ閉じ P-549-1、2、3、4、5、6カッコ実行その他カッコ閉じ。方法標準的実験用チャンバーにて P-549-1 に組み替えを行わせる。エダツの博士はじめ D クラス以外の調査員は別室にてモニター監視と指示を行う。以下は各実験とその結果である。組み替えの表記はすべてカッコ A カッコ閉じ、カッコ B カッコ閉じを示す。実験549-3-1組み替え薬、リスク、結果市販カッコ、射精カッコ閉じの感冒薬に見える瓶詰めの錠剤が出現。別室にて5人の D クラス職員カッコ B、549-2-3-4-5-6カッコ閉じに服用させたところ、D、549-4を除く全員が削除済み。唯一 D、549-4 においては、以前の身体検査で判明していた虫歯や高血圧、骨格の歪みも含め全ての身体的不調が回復していた。カッコ B カッコ閉じを崩したところ、残っていた錠剤と瓶が全て消失。削除済み、した D クラス職員は戻らず、また D、549-4 の健康状態も維持されたままであった。尾行追加情報あり、ホイに参照。実験549-3-2組み替え白樺、バカらし、結果白樺製と思われる角材が1本出現。肉眼、モニター越し問わずこれを視認した人物は、角材を指差して笑う、興味をなくしたように目をそらす等の反応を見せた。カッコ B カッコ閉じを崩して実体が消失した後、他の白樺の角材や生木、写真等を見る実験を行ったが、特筆すべき反応は現れなかった。完全な日本語でなくとも異常性は発現するようです。また、この実験において、とオブジェクトが時間、範囲ともに限定的ながら認識災害を引き起こせることが確定的になりました。本体である SCP-549-JP-2 が崩れれば効果がなくなるのは実体出現の場合と変わりません。しかしアナグラムさえ考えつけば、記憶改変や過去改変すら行える可能性もあります。とオブジェクトの引き起こせる事象の正確な把握のため、さらなる実験を検討します。エダツの博士。20、年10月24日、SCP-549-JP が収容されてから通算4回目の実験が行われる予定でしたが、収容違反未遂事件が発生したため実験は保留されました。以下はその記録です。認証、完了。実験開始時、SCP-549-JP 展開を担当した、研究助手が無断で SCP-549-JP-2 を組み替え、カッコ A カッコ閉じへ音階聞く、カッコ B。カッコ閉じ記憶改変、と作成、組まれた SCP-549-JP-2 から胃腸腸の自然超音階が発生しました。エダツの博士含め周囲の人員が混乱に陥る中、研究助手は SCP-549-JP-1 及びカッコ B カッコ閉じ以外の2群を回収、逃走を図りました。しかし、逃走の際 SCP-549-JP-1 の角をカッコ B カッコ閉じにぶつけて崩したため SCP-549-JP-3 効果が消失。その場で、研究助手の確保に至りました。研究助手は耳栓を着用していたため、SCP-549-JP-3 効果の対象にならなかったものと考えられています。また、同時に回収された、研究助手の手帳には、経理誘導つくカッコ経理誘導くカッコ閉じ、ユークリッド系カッコユークリッド系カッコ閉じ、奈落折りしケースカッコ奈落折りしケースカッコ閉じカッコカッコ閉じ、などのアナグラムが書き記されていました。研究助手は何らかの要注意団体との関係性を持っている疑いがあり、現在サイト、にて交流、尋問中です。また、この収容違反未遂にてカッコ A カッコ閉じが実態を持たない場合においても SCP-549-JP-3 が発現する事実が明らかになりました。研究助手の手記については、SCP-549-JP 補足資料を参照してください。当事件を受けて特別収容プロトコルが一部改定され、SCP-549-JP の収容場所が定期見物収容ロッカーから専用収容室へと変更されました。
ホイ 1SCP-549JP は20年10月日、岩手県、市の民家にて発見されました。近隣住民の、空き家から異臭がする、との通報を受けて地元警察と潜入中のエージェントが現場に向かったところ、空き家となっていた民家の2階、子供部屋と思われる一室で反動イルカとおぼしき生物の腐乱死体を発見しました。その際、驚いた一人の警官が足元に転がっていた玩具のブロックを蹴飛ばしたところ、同時に生物の死体も消失したことで異常性が発覚しました。またこの時床に転がっていた SCP-549-JP には、い、る、か、の3文字のみであったため、速やかに異常性のもとを SCP-549-JP と断定、収容に至りました。現場に居合わせた警察には記憶処理を実施、近隣住民にはカバーストーリー、ホームレスの孤独死が適用されました。ホイ220年10月日、実験549-3-1にて出現した SCP-549-JP-3 の成分調査のため、同様の手順で実験を行い、カッコ B カッコ閉じを崩さず保持していたところ。実験から2時間後、サイト、8149内の休憩室にて、射精の感冒薬を服用したエージェントが、削除済み。カッコ B カッコ閉じを崩した後、回収された感冒薬を複数の D クラス職員でテストしたところ、実験549-3-1にて出現した SCP-549-JP-3 と全く同様の効果を示しました。改変された感冒薬そのものには改変能力は確認されず、問題なく処分されました。また、サイト、8149勤務の数人の研究員に、射精の感冒薬は非常にリスキーである、といった旨の記憶改変が生じていることも発覚しました。対象の研究員は現在、A クラス記憶処理を受けて全員職務に復帰しています。後日行われた実験により、SCP-549-JP-3 は発生から90分程度で周囲から改変を行い始めること、改変の拡大速度は非常に遅いものの範囲にはほぼ限りがないことが確認されました。この事象と実験結果を受けて、江立の博士より SCP-549-JP を用いた実験時間の規定と、オブジェクトクラスの再分類が提案されました。異常性の伝播が確認されました。とオブジェクトの引き起こす実体出現や認識災害、記憶や現実の改変配置自適ですが、それを周囲に現実として伝播させ一時を普遍とすることで、大規模かつ不可逆的な世界の改変を引き起こしていく力までも有します。改変されたものに伝播性が見られないのは不幸中の幸いです。しかし問題は、発見当時とオブジェクトが何の単語をかたどり、それがどれだけの間保持されていたかです。江立の博士。ホイ320年11月日、SCP-549-JP-1 および、により採取された蘇生サンプルのない、ニホンアナグマの細胞からわずかな生体反応が検出されました。何らかの近くに加え死も有している可能性が示唆されたとして、SCP-549-JP のオブジェクトクラスはユークリッドへと再分類されました。